さあ、今日の動画はですね、レンタルバイクでございます。レンタルバイクがですね、うち今充実すごいしてるんですけど、まあ、結構充実してるお店さんも増えてきてるんですけど、これを使わない手はないなっていう話です。まあ営業トークということで捉えていただいても結構なんですが、まあYSP 横浜トスカはですね、夢のような立地でございます。こんなにいい立地あんのってぐらいですね、レンタルバイクをするにはですね、バッチリでございます。で、例えば、個人的にお勧めしたいのは、もちろんうちのお店の近所に住んでる方が、レンタルしに来るのも全然ありなんですけど、例えば、他の気になってるバイク、今だとトレーサーとか出てるんですけど、トレーサーのレンタル借りたら、どのぐらいトレーサーっていいバイクなのかなとか、そういう使い方ももちろん全然ありなんですけど、個人的に例えばお勧めするのは、どこか、全然、この辺に住んで、これちょっと地図書いた横浜周辺なんですけど、今住んでない方が、例えば電車とかで来て、レンタルバイクで観光して帰るっていうのも全然ありだぜっていうことをですね、ちょっと今回は説明してみたいなという感じになっております。まずはですね、ご覧ください。ここに、我らが YSP 横浜戸塚が存在してます。まあちょっと位置関係は、私がパッと書いただけなんで適当ですけど、この辺にあるんですよ。もうちょいこっちかな、本当は。はい。まあこの辺です。はい。で、いいですか？例えば、YSP 横浜戸塚まで来て、そこからレンタルバイクを借りて、一番近いのはですね、例えば有名観光地だとこれですね、江ノ島。11キロあります、ここから。ざっくり。11キロで、まあ実際スクーターで行くと、初めての道で、まあ、一応マップかなんか使いながら行ったとして、多分40分から50分ぐらいだと思います、片道。ちょっと長めに言ってますよ。慣れてるともっと早く着いちゃうんですけど、まあ、基本的なルートで行くと大体それぐらい。で、ここはですね、まあ、後でちょっと映像を出しますけど、かなり、まあ、有名な観光地で、ザ観光地です。で、周りもですね、いろいろ見るものがありますね。大仏的なものもあるし、あとはですね、ここら辺のルートはですね、はい。よく皆さんが漫画で読む134号線でございます。バイクで、失踪すると言ったらですね、まさにイメージする134号線、ここをですね、レンタルバイクで駆け抜けるのもなかなか面白いんじゃないかなと思います。それ以外にも、かなりね、いろんなものありますね。はい、奈良さん、この辺だと何がありますか？まあ、逗子マリーナとか、弓ヶ浜とか。この辺ですね。はい。はい、近いですよね、ここからだとね。多分、5分とか、バイクだと10分とか、そんなレベルでつきますね、ここね。はい、逗子マリーナ、見たことある方もいるんじゃないかと思いますけども。まあ、そういった感じで、一番身近なのはここです。なので、例えば、YSP 横浜戸塚に来ていただいて、そこから遊びに行くにですね、ここはすごく遊びに行ったぜって感じがした上に、2、3時間で完結します。まあ、江ノ島でどこだけ時間使うかにもよるんですけど、ただ見たいだけだったら本当に2時間ぐらいで完結しちゃいますね。そこで例えば、海鮮を食べたりとかですね、いろんなことやって、多分3時間ぐらいかな。ここね、江ノ島ってこう橋あって渡ってですね、山登ったりするんですけど、そうすると神社があったりするんですよね。うん。だからそういうのも面白いし、一番上まで行くと展望台っぽくなってて、そこにカフェがあったりとかですね、ライトアップをやったりとかいろいろあります。なので、まあ、日帰りで狙うならここなんかはすごい、ハードルが低い感じになっております。そして、ここまで行って、この辺走って、藤沢経由でこうやって帰ってくるのも面白いかもしれないですね。まあ、それで多分4時間ぐらい、3、4時間ぐらいですよね、多分ね。ぐるっと回って観光してたら、の、感じの、プランなんかも面白いのかなと思ってます。そしてですね、ちょっと足を伸ばすとですね、いろいろありますよ。例えば、箱根。これ有名ですね。まあ、YSP から行くとですね、まあ、1時間、寄り道なしで1時間ですかね。そんなもんですよね、多分ね。よほど混んでなければ。うん。ここからですね、ビューンってバイパスを使ってですね、さらに海沿いの、青少バイパスってやつがあります。最近動画で上げたパーキングが新しくできたところですね。青少パーキングが直ったところですね。を通って、箱根まで行くと大体1時間ぐらい。ここで、まあかまぼこをお土産に買うのもありだし、箱根で日帰り温泉に入るのも全然ありです。日帰り温泉はですね、もう星の数ほどあります。で、1000円から、まあ、高いところで2000円ぐらいの間ですね。もう本当にここまで行ってから、Google マップでパッて開くとですね、いろんな温泉出てきます。私もこれ昨日行ってきたんですけど、非常にですね、有意義な時間を過ごせますよ。で、そっからまたですね、帰ってくるもよし。いろいろあるんですよね、箱根って。餃子センターって知ってます？うん。ゴーランド。そう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 。ユニークな餃子を食べたりとか、あとは箱根の、大涌谷。大涌谷で黒い卵を食べる。1個食べると7年寿命が伸びるっていうやつですよね。なので、変な話ですけど、今仮に70歳だとしても、10個食べればリセットできるっていう計算になりますね。卵10個も食ったらもしかしたらマイナスになるかもしれないですけども、まあそんなこんなでですね、そういうゴーラ、
ゴーラジェネア大涌谷とかですね、ゴーラの餃子センターとかですね、見どころたくさんですね。温泉入るもよし、観光するもよし、ガラスの森美術館に行くもよし、いろいろありますよこれいろいろありますね。で、あとはですね、こっち側、ここはよくですね、冬のロケに使われるんですけど、三浦ですね。こっち側計算したら53キロ、少しでも実際距離より時間かかると思うんですけど、多分三浦行ったら1日コースですねこれね、多分ね、初めて来て観光したら1日コースになると思うんですけど、YSP から横浜横須賀道路で下っていって三浦まで出て、そこでですね、まあ有名なのはマグロですね。そこでマグロを食べたりとか、あとはですね、三浦半島を一周するっていうのもですね、一つの遊び方です。走りやすいんですよね、根本的に。人気もそんなになくて、なのでですね、まあ、そういうコースもあります。そしてさらにこっち行くとですね、登っていくとですね、横浜方面、港未来ですね。これは、約20キロなんですけど、道路はいいので、普通に上手に行ってしまうと30分で着いてしまうんですね、これね。場合によっては、まあ、かかって1時間かなと、よほど変な風に混んでなければ。で、港未来はですね、皆さんがよく知っているような観覧車の大きいのがあったりとか、赤レンガ倉庫があったりとか、見どころがありすぎるんで端折ります。はい、よくドラマで使われてる感じですこれ。あ、この橋よくいつも見てるドラマで出てるところだなんていうし、場所もですねあったりしますんで、港未来は1日遊べますよねこれね、初めてだと多分。という感じで YSP まで来る、そっからバイクで港未来に行く、で1日遊んで帰ってくる、でどっかに宿泊するっていうですね、まあ夢のようなコースもですね全然ありだと思います。そういうことができるんですよこの場所は、全方位にですね真ん中にあるので。はい、そしてこれ東京湾ですね、千葉県。はい、ここもですね、慣れてくると視野に入ってきますね。YSP で朝一で借りる、そしてですねここを通ってアクアラインを通って千葉に渡るもよし、三浦まで行ってフェリーで金谷まで渡るもよし、こう渡ってこう帰ってくるのが私の黄金の今トライアングルとなってるんですけど、最近はこれはもう1日かかっちゃいますけど、こういうやり方もあります。ただそんなにゆっくりはできないかな、1泊しないと。まあ、1泊2日でやればですね結構いいのがあるんですけど、千葉はもう本当にいい道がいっぱいあるんで、これこそですね、まあライダーたちにとって夢のランドですね。冬も行けますし、あとはこの金谷の周辺だとですね、番屋っていう有名なご飯屋さんもあったりしますんで、あと岡村さんのところもこの辺にあったりしますから、ほら岡村グランピング場もここにあったりしますんでめっちゃ喜んでますね。そんなわけでですね、結構かなりいい場所にあって、楽しめます。なので、まあ、よかったらですね、レンタルバイクこの辺行くんだったらトリシティとかすごくいいかなと思いますし、逆に今だとトリシティ MT-07 そして、MT-03 が2台、さらにですね、トレーサー9、そして R7 など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 あります。なのでもちろんこれだけじゃなくて見どころいっぱいあるんですけど、まあ、レンタルバイクを上手に活用していただいてですね、いろいろな遊びをしていただくと割とですね遊んだ感出るんじゃないかなと思います。ぜひですねうまく、使っていただければと思います。まあ、ただですね、今こうやって見せられてもですね、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと我々この後ですね、多分空いてると思うんで、ちょっとですね、一番近いここですね、江ノ島に実際にですね、まあ、レンタルバイクで、まあ、行ってみてですね、どんな感じか、ご飯でも食べていきたいと思います。
さあ戻ってきました。まあ、こんな感じでですね、見ていただいたらあれだと思うんですけども、結構ですね気軽ですね。今回トリシティで行ってきたんですけど、まあ本当に空いてたんで早かったですよ。というわけでですね、今回はこのプランですね。ここをちょっとピッと行って帰ってきたって感じになるんですけど、まあ実はちょっと鎌倉の中もあったりしては来たんですけど、そんなわけでですね、こんな風に遊んでいただくこともできると思うんで、ぜひぜひですね、この立地をうまく利用していただいてですね、遊びに来ていただけたらと思います。それでは今日はこの辺でお別れですね。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。